緊急事態宣言中、どのような、ことを考えて、どのようなことをされていたのかなというのは興味があってお聞きしたいなと思います。そうですね。サッカーを頑張った話をしたいところではあるんですけど、まあ、ポジション柄というかですね、一番はうちのクラブで働いているメンバーの雇用を守るっていうところ、何より一番かなと思っていまして、僕が最初にスタッフたちに宣言したのは、まあ、このコロナがどんなに長引いたとしてもみんなの給与を1円も減らさずに俺は頑張るから、何としてもこの期間やれることをみんなで見つけて頑張っていこうっていう話をして始めたっていうのが、ここは多分一番自分の中で大きな決意でもありましたし、こだわった部分でもありましたね、うん、なのでスポンサーさんに向けた営業活動にかなり力を入れた期間がここだと思ってます。でもちろんその中でスタッフが頑張ってくれたので、リモートでのトレーニングであったりとか、リモートでのミーティングっていうところがすごく充実してできましたし、あの期間はあの期間で非常に有意義な期間だったんじゃないかなと、自分たちがこうサッカーする楽しさみたいな幸せっていうのをかみしめるためにも必要な期間だったかなとは思っていますが、まあ、経営者としては非常に辛い期間でした。クラブの運営を行うにしても、そのチームのトレーニングをするにしても、やっぱり心がけていきたいこととか気をつけていきたいなということって何かお考えですか？そうですね、やっぱり、一番はシンプルにちゃんと感染対策するっていうところはすごく気をつけたいなと思っていて、まだまだ僕らもアマチュアの小さなクラブではあるんですけれども、まあ見ていただいているように SNS で結構積極的に発信したりもしているので、影響度は少なからず出ているだろうなというふうには思っています。なので、我々がやっぱりそういった細かなところ、感染対策の部分を気をつけて活動していないっていうことが、やっぱり世の中に悪い影響を与えてしまう可能性もあると思うので、ここは実は再開時にかなり時間をかけて、まあ、スタッフでもですね、準備をした部分ではありました。で、具体的には、まあ、これはちょっと選手たちに、まあ、楽しんでもらうというか、イベント手を出そうなんていうふうに思って、チームのお揃いのマスクを作ったり、エンブレム入りのマスクを作ったり、なんで、まあ、トレーニング時はもうこれつけて参加しようねなんていうふうにすると、結構一体感なんかも出てきたりするので、まあ、そういった、仕掛けなんていうところはコロナ中に準備をして再開時に備えていたっていうところはありましたね。であとは用具の準備であったりとか、トレーニング時のですね、用具の準備であったりっていうところ、今までは選手たちに社会人チームなんで積極的に手伝いなさいというふうに伝えていましたし、それこそトレーニング前になるとチームの荷物車の前に選手たちが並んで待ってるんでそこで持っていくなんてやってたんですけど、やっぱり複数人で触らせてしまうとそれはそれでリスクが多くなってしまうので、じゃあチームの用具に関しては手袋を着用したスタッフのみが触るっていうふうにしていまして、なんでマーカーであったりコーンであったりボールであったりっていうところも基本はもう素手で触らないと、そして、トレーニング後はですね、必ず全員スタッフが手袋をして消毒をするっていうところを、まあ、今やってるんですね、あとトレーニング時 の, スクイーズのボトルも個人用にして、選手たちが終わったらそこに置いて帰るっていう風にしているので、まあ、そういったところでは、まあ、一見選手を甘やかしているように見えてしまうかもしれないんですけれども、やっぱり感染対策としては重要なことだと思いますし、選手たちにも、僕らはクラブとしてこれだけこだわってやっているので、お互いこうプロフェッショナルな気持ちを持って、君たちはピッチの中で結果を出すこと、スタッフは、まあ、こういった感染対策であったり準備っていうところをプロフェッショナルとして行うんで頑張っていこうっていうメッセージは発してきましたね。就職支援の事業、ちょうど4月のコロナの頃にその学生を対象に就職支援事業を行いますという、まあ、それと絡めてキャリアデザイン部というところも立ち上げたじゃないですか。はい、はい、そちらについて、まあ、その就職支援事業であったり、キャリアデザイン部の立ち上げであったり、どのような思いを持ってそれを始めるに至ったのかを少し教えていただきたいと思います。はい、まあ、キャリア支援に関しては、もう実は 7,8 年やっていてですね、結構長くは、まあ、本当に表立ってやり始めたのが最近というところなんですが、はい、もうこれも本当に率直に申し上げてしまうと、下心満載で始まった授業でして、
結局、うん、僕らアマチュアチームって選手をいかに獲得してくるかってすごく重要じゃないですか。うんうん、で大学体育会の、まあ、それこそ関東リーグでやってるようなサッカー部の子たちをどうやったらクラブに入れられるかっていうのを考えたときに、うん、あのやっぱり就職に困っているっていう話を聞いたので、じゃあ就職のサポートをしてあげるので、でそのままうちでサッカーしないかっていうふうにしたっていうですね、もう本当に選手が欲しいがあまりの下心から始まった事業でして、で、まあ、そんなこんなをやっていくうちに、まあ、結構丁寧にそこのサポートをしていったっていうのもありますし、あの私自身も実は人材系の会社の出身でもあるんですね。はいはい、というところもあって、まあ、そこが得意領域であったというところもあって、割とこう、まあ、みんないい会社に行けたりとかですね、いい店を過ごせるような選手たちも増えてきた中で、どん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 相談が増えてきて、はい、相談が増えていく中でちょっと分かってきたことが、なんかこれだけサッカーを頑張って人生かけてサッカーやってきた子たちがなぜこの就職というタイミングになると悩んでしまったりだとか苦戦してしまったりだとかするのかっていうところが、うん、やっぱりこれって社会の負なんじゃないかっていうふうに思い始めてきます。僕からすると東大に入る人数よりも J リーガーに入る人数の J リーガーになれる人数の方が少ないわけで毎年、うん、そうですね、必要性の高い、力を持っている子たちがなんかこう社会で評価されないっていうところにすごく問題を感じて、彼らが今まで頑張ってきたことを言語化することであったりとか、まあ、そういったことを社会への生かし方、転換の仕方っていう部分を考えるっていうことをしていったら、実は日本サッカー界ってすごく良くなるんじゃないかなっていうふうに思い始めたのが途中でした。で、なんか最終的な野望は最近ちょっとずつ実現し始めてるんですけど、そうやって全くビジネスにも触れてこなかったようなサッカー選手たちが就職をして、力をつけて、さらになんかこう独立したりする子たちとか出てくるんですよ。うんうん、で独立した子が最近あの品川 CC の、 あの2度目の品川 CC の扉を叩いてくれるという表現をよくしてるんですけど、選手として1回来て引退した後に、経営者として僕もちょっと少し余裕が出てきたんで品川 CC のスポンサーしますなんていう話も出てきてですね。でやっぱりここにすごく、僕らのやってることの意義ってあるんじゃないかなというふうに最近すごく思うようになってきています。なんでサッカーやってきた子たちがまあ、プロサッカー選手に仮になれなかったり、まあ、戦力外になってしまったとしても、サッカーに何かしら関わっていきながらビジネスを行っていって、ビジネスマンとして一流になっていくことで、実はサッカー界に流れるお金ってもっともっとマーケットを拡大していくという意味でもですね、かなり、大きな影響があるんじゃないかなというふうに最近思っていて、そんなこともあって最近あのキャリア支援の活動であったりとかですね、まあ、キャリアデザイン部の活動っていうところを、行っています。よくあの応援アカウントの方であの品川 CC さんの応援の様子とか、拝見していて、まあ、まず思ったのがすごく楽しそうだなと思ったんです。いやでも応援されるってすごく大切なことだなと思いますし、あそうですか、はい、ね、ピッチにいる選手たちもサポーターのことよく見てるんですよね。なんかあ俺の曲変わったとか、なんか今日なんかサポーター多くないとか、結構ベンチでブツブツ言ってるんですよ、うん、選手たちも、うんうん、でさっきあの、まあ、プロとの境目みたいな話もあったと思うんですけど、僕もよくあの社会人でサッカーやろうか迷ってるんですなんて選手に会った時に、いやでも社会人でサッカーをやっていても実は人に見てもらえて、人にまあ影響を与えられるし応援してもらえるし、でまあ、そういう環境でサッカーできるんだよなんていう話は実はよくしていまして、まあ、当然あのすごいスタジアムに何万人も入ってなんてことは僕らはできないんですけど、それでもやっぱり人に見てもらえる、で人に応援してもらえることって、これ社会人になったらなかなかないことなんですよ。うんうんうん、そして僕はもう一個選手たちに常に伝えているのは、まあ、僕らがどれだけ頑張ってプレーするかによって、まあ、日曜日に僕らも試合をしているので月曜日からのサポーターたちのマインドって変わってくるんだよ。なんか人の人生に影響を及ぼせるようなサッカーってすごくないみたいな話を結構選手にしていて、まあ、そういう話をすると選手たちも頑張るしかなくなりますよね。なんで本当にサポーターの存在ありがたいですし、僕はここはカテゴリーに関係なくどこのチームにも応援してくれる人が生まれてくるなんていう状況はなんか将来的に生まれてきたらいいなとは思っています。
品川 CC さんのそのクラブの、テーマ、仕事もサッカーも全力でっていう言葉すごく大好きなんですよ。先ほどキャリアデザイン部の話もしていただいたんですけども、うん、キャリアデザイン部作った背景としては本当にサッカーと仕事を全力でやるってどういうことなのかっていうところを選手たちにこう自分たちで振り返る機会を定期的に作ろうっていうところから始まってるんですね、うん、で僕らはまあピッチの中でしか、話を聞くことはするところしか見れないんですけども、なんかもうちょっとここを働いてる職場ともリンクさせていって、なんか職場でどんな風に頑張ってるのかとか、でともすれば職場の人たちにもこれだけサッカー頑張ってる姿を見てもらうことも大切なんじゃないかとかですね、うん、サッカーも仕事も全力でやっていくことによる相乗効果みたいなものですね、ここがかなり大きいなというふうに感じて活動を始めたっていうところもあります、うん、選手たちの営業成績ほとんど知ってますねもちろんそうですね、やっぱりうちの選手として仕事をしている以上は、うん、そこはもう全力でやってもらわないといけない部分なので、うん、でもなんかやっぱり面白いもので、サッカーの成果、うん、サッカーの成果と仕事の成果ってちょっと連動するんですよ。で仕事がうまくいってないとちょっとサッカーもプレーが良くなかったりっていうことが結構多い、うん、なのでまあ、結構そこの原因を探っていってみると、なんかちょっと今仕事がうまくいってなくてみたいな話って出てくるんですよ。なんでまあそういったところは僕らにとってもクラブとしても知っておくことがすごく大切だと思いますし、うん、一方で実は企業側の人事の方からも、品川 CC でもマネジメントしていただいて、その企業側でもマネジメントしてトライアングルマネジメントできることが実は本人たちの成長に結構つながるんじゃないですかなんて話を人事の方からもいただいててですね、そこの連動性っていう部分をより今後強めていきたいなと思っています。なんでまあちょっと僕だけじゃ難しいんで、うん、キャリアデザイン部っていう部署を作って、うんうん、あれって要するにこの J リーグのチームで言ったら運営部とか経理部とか営業部っていう風にあると思うんですけど、その中に系列でキャリアデザイン部というものを作ったので、うんうんうん、そこに連続の人間もしっかり置いています。持続可能なクラブにしていくためにここだけはやっぱり大事にしていきたいとか、ここだけはしっかり守っていきたいというようなその明確なビジョンであるとか思いだとかはありますか？そうですね、今おっしゃっていただいたように、クラブの消滅って本当にたくさん見てきました、これまで。もちろん J リーグのクラブもそうですし、アマチュアのクラブでいくとかなりのクラブが消滅していくっていうのをこの20年見てきていまして、でもやっぱりこれってあまり幸せなことでもないですし、なんかライバルチームがいなくなってしまう悲しさもありますし、まあ、僕らとしてはその消滅っていう部分は絶対なくしていきたいなと思っています。でその中での持続可能なって言っているのは、無茶をしないことかなと思っていて、で特に金銭面での無茶だと思ってるんですね。なので、うん、今のこの身の丈に合った運営経営をしていくっていうことがすごく大切で、なんかこう今年勝ちたいから変にこうお金を集めるとかをしないっていうところを実はすごく大切にしています、うん、なので品川 CC はもうこのカテゴリーまでは絶対にプロ契約もしないし、みんなから会費も取るよっていうことを明言しています、うん、でそれは、持続可能な経営をしていくためにどうしても必要なことだからと、うん、でやっぱり身の丈に合わないことをして、ちょっとやっぱり僕ら経営陣がですね背伸びをしたくなっちゃうんですよ、このサッカーの世界、うんうんうん、そうですよね、うんはい、でもちろんそこに夢もありますし、もしかしたらそのギャンブルが成功する可能性もあるんですけど、やっぱり僕らがその背伸びをしすぎないこと、ここがすごく重要かなと思っていて、もちろんチャレンジ精神は持つべきだと思いますし、うん、向上心持つべきだとは思うんですけれども、やっぱりその中で、今のこのカテゴリーであったり、今の自分たちの身の丈に合った経営をきちんとしていくこと、そして常に、まあ、何年も先の経営っていうのを見据えてやっていくこと、まあ、ここがすごく大切なんじゃないかなと思っていて、目先の大きなスポンサーっていうのをあまり取りに行かないようにも実際のところ今しています。なのでちゃんと中長期でお付き合いしていけるような、企業さんと、組んでいくなんていうところも大切にしていますし、まあ、それこそなんか買収の打診とかってたまにあるんですよあ、そうですか、はい、でもやっぱりそういうところじゃないなっていうふうには思います。なんかそのあたりが僕らにとっての持続可能なと言っている部分で、その持続可能なっていうところのもう一つが、スポンサーを取ってくるだけではなくて、企業が何かお金、あ、ごめんなさい、クラブがお金を稼げるようになるなんていうことなんじゃないかなとも思っていまして、
最近ではこのクラブの、まあ、運営メンバーを中心にですね、スポンサーにただお金を払ってもらうだけではなく、そのスポンサー企業のコンサルに、まあ、僕らが入ることによって、その企業の経営も良くしていこうとか、その企業もそのスポーツの部分をフックにどういうふうに伸ばしていけるかとかですね、まあ、そういったところまでちょっと介入していくことによって、お互いちゃんとウィンウィンな関係を築いて長く付き合っていくことができると思うんですね。なので、結構あの今僕の後ろにボードにあのスポンサーがありますけど、うんうんうん、こういった企業のですね、経営の部分にかなり入らせていただいてお手伝いさせていただくっていうことも実はしています。うん、ここはもうサッカー直結ではないとは思っているんですが、まさにその持続可能な、活動を続けていくためには必要なことかなと思って、僕らは今ちょっとここはチャレンジとしてやってるんですよね。支援を受けるだけじゃなくて、一緒にこう高めていこうという姿が、例えばそういったお話を、別のクラブの例えばその代表の方とお話しするとか、そういう機会も、あったりするんですか？めちゃくちゃありますよ、本当に。あの、スポンサー紹介をライバルクラブにしちゃったこともありますし、それこそあのサプライヤー、うちはボネーラさんってついていただいてるんですけど、うんうんうん、ちょっとサプライヤーさんからご提案いただいたときに、すごくいいご提案だったので、ただ僕らちょっとボネーラさんとの数字があるんで、まあ、ちょっとじゃあこういうクラブどうですかなんていうふうに紹介したところがですね、うまくマッチングして今、うん、あの県でその上を着ていたりしていて、なんかそういうところって助け合いだと思いますし、僕よくあの、ライバルチームの方々、一緒に戦う方々と話してるんですけど、俺らが一緒になって頑張んないと多分サッカーが良くならないよねっていう話はよくしていて、試合の時はバチバチやりますよ、もう絶対負けないっていう気持ちでやりますけど、やっぱりピッチ離れた時には本当に仲間だなっていうのを感じる機会多いですし、お互いそこは助け合いっていうところができているところが、なんかここも一つの魅力だななんて感じています。吉田さんの考えるプロサッカーチーム、それとあとプロ選手、吉田さんの考えるプロという言葉なんですけれども、どのようにお考えですか？やっぱり普通にアマチュアでサッカーするときって何するにしてもお金かかるんですよ。例えばウェア一つにもお金かかりますし、グラウンド取るのにもお金かかりますし、まあスタッフの人件費もかかってきますし、サッカーするのってものすごくお金かかるなと思っていて、僕はこの部分を連絡選手たちが自分たちで生み出して払っているうちがアマチュアかなと思ってるんですけど、僕は少しでも支援を受けたらプロなんじゃないかなって実は最近思い始めています。なので僕らみたいにこうやってスポンサードいただいてサッカーしている場合、まあ選手たちにはあのアマチュアっていう表現をしていますし、実際うちも選手たちから会費は取ってはいるんですけど、まあ、その会費だけじゃ全く賄えないぐらいになってきているので、もうそうやって他の方々からの支援や思いを背負ってサッカーするっていうこと自体もうプロなんじゃないかなっていうふうに最近は思う。なるほど、はい、もちろん、まあ講義の部分でいくと、J リーガーみたいにこうサッカーをしてそのプレーでお金をもらうっていうのがプロなんだとは思うんですけど、僕はこの社会人サッカーの裾野を広げていく中で、なんかそこを支援してくれる人たちが出てきて、その支援のおかげで、まあ、その人たちが高いレベルでのサッカーを持続できて、なおかつ見る人も生まれてきてなんていう風になってくるのが一番いいと思っていて、まあ、こういった支援をいただいてたらもうプロフェッショナルじゃなきゃいけないんじゃないかなという風に思いますし、実際こういった僕らのみたいなスポンサーを背負ってやってる以上は、もうそこってプロフェッショナルな意識は常に持ち続けていないといけないんじゃないかなっていうふうには思っています。まあ、僕ら社会人サッカーの場合はよりそのメンタル的な部分が大きいかなと思っていて、何かを背負ってサッカーをしているっていうところの気持ちをなんかプロフェッショナルというふうに表現したいなというふうには思っています。ただまあもちろんサッカーだけで食っていけるわけではないので、そうですね。吉田さん、それはプロじゃないよなんて言われることも選手にありますけど、でもなんかこの社会人リーグならではの、プロフェッショナルな意識、人に見られてサッカーをするというところの意識は、なんかもっともっと選手たちが高めていくことによって、よりなんか応援してくれる人も増えると思いますし、まあなんで僕は結構あのピッチ内外での振る舞いですよね。やっぱりちょっとお手洗い行った時とか、
ロッカールームとかの会話って聞こえちゃうじゃないですか、アマチュアの場合。なんで、まあ、そういったところさえも人に見られている、聞かれているっていう意識をより高めていかないといけないんだよなんて話は結構最近するようになりましたね。そこがやっぱり見本になる、社会人としての見本になる存在でなければいけないですし、それはサッカー人としてという部分もそうですけど、品川 CC の場合は一流のビジネスマンを目指してやっている以上は一流の社会人としてっていう振る舞いもきちんとしましょうっていう話はかなりしています。今日はあの長時間に及ぶインタビューにあのお答えいただきましてどうもありがとうございました。はい、こちらこそ、はい。